というわけで今これカバーの他人事ではない札幌国際大学問題って、これはあの組合の方でつけていただいたタイトルなんでありますけれども、まあ皆さんツイッターその他でもお付き合いの多い方もおそらく100人近くのうち半分以上はいらっしゃるんじゃないかと思うんで、皆さんご存知かとは思いますけども、ただこういう機会ですので、もう一度何がここ2年ないしは3年の間うちの大学で起こっていたのか、そして去年6月末ですね、この大月が、懲戒解雇という事態になって、またなあいつ何かやったのかというふうに思われた方も結構いらっしゃったんじゃないかと思いますけど、悪いこと何もしておりません。はい、公金の横領もしておりませんし、女子学生に手を出したとかそういうこと全くありませんありませんが、後でお話していただくその上郷豊学長が留学生問題を何とかしようと学内でまさにその大学としての健全化を画策されていた、まあ、それに同調してこれはやんなきゃいけないよねというのを動いていたということを理由に、単なる解雇のみならず懲戒解雇されたということであります。まあ、それ以降もいろいろ処分があったりして、もうとにかく何せ北海道の小さな次第のことでありますから、東京のメディアもよほどのことをやらない限り取り上げてもくれないという状態ではあるんですけれど、まあ、それでも起こっていることは起こっていることとして皆さんにやっぱご説明する機会はこのように頂戴すれば、まあ、おさらいからもう一度ちゃんとやっておこうということで、少しできればというふうに思っております。よいしょ、はい、写真出ました、見えますね。これがその問題の上野八郎理事長のご尊顔であります。今だいぶやつれてもっと痩せてるみたいでありますけれども、この人弁護士であります。この弁護士が理事長で、留学生ビジネスというものでなんとか、まあ、苦境にあるうちだけじゃないですけれどもね、定員充足率を上げてなんとかしようとしたのがきっかけでえらいことになったということであります。まあまあ、この顔はまた後でも出てくると思うんですが、ちょっと簡単なごく簡単な時系列だけ整理させてもらったんで、ちょっとこれを見ながらお話聞いていただければなというふうに思っております。後でお顔も出していただけると思います、その上郷豊先生、もともと北海道教育大学、まあ、今はもう名誉教授になられているとは思うんですけどもの方だったんですけども、これが2018年の4月に、うちの大学の学長に就任されました。その前からうちの大学で教職の関係含めて教えられるようにはなってたんですけども、まあ、いろいろ事情があって学長やってくれと言われた、理事長からで、まあ、やりましょうということで引き受けていただいたんですが、この2018年度にもうすでに、留学生を入れて、まあ、定員充足率を上げてなんとか経営に資すようにしようという動きが始まっておりました。なのでこの2018年度に入試をやって2019年の4月から入ってきた留学生というのが、このいわゆる国際大の留学生問題の、まあ、第一波だったわけであります。で、申し上げておきますと、それまでもうちに留学生は、まあ、多少おりました、おりましたが、これはそれまで、まあ、海外の若干の低傾向、まあ、中国なんかもありました。ちゃんとそれは提携をして交換留学という形で、うちからもまあ少しは行くし向こうからも帰ってくるという形で、そういう留学生おりましたし、これは特に問題なかったなんですが、この2018年度入試、2019年新学期に入ってくる留学生から一気に大量に入れるという画策をして、トップ外交と当時称してですね、理事長以下、あと国際センターですか、今澤田隆という元北海道宅銀の行員の方がいらっしゃいまして、これが外国のブローカーと言っていいでしょうねと組んで、中国の瀋陽に、国際大学の、まあ、出店といいますかですね、出張ってあれ正式に何て言いましたっけね、ちょっと僕今失念しましたけども、それを作ってそこを経由して留学生を大量に入れるという画策を始めております。で、おそらくこの年2018年の中、理事長以下20回元でしたかね、上さん、とにかく中国にトップセールスを使用していって、定型校を一気に何十校も増やしてるんですよね。だからもうで入試をする、でその入試というのもさみだれ式に志望者が集まったらやるという、まあ、かなり場当たりのやり方で、本来入試というのは
何月何日何月何日年に何回入試やりますよっていう告知をして、そこでやるもんでありますけども、集まったらもう来週やるよ、集まったから来週集まって、そのとにかく入試スカイプでやるからみたいな形で集めるようになってたわけであります。まあ、その過程でいろんなわやなことがもうすでに起こってたんでありますが、まあそれはあの上子先生学長に就任したばっかりで、その時はもうどうしようもないで、翌19年の4月にいよいよその留学生が入ってきたところからことが始まったということであります。4月も入った瞬間から日本語教育担当している先生方から、これじゃ授業ができないと、っていうのはそのレベルのばらつきがものすごいと。もちろんちゃんとそれなりの日本語能力を持った学生もいるんですけども、半分近くがどうもどう考えてもこれは大学の授業についていけるレベルじゃないから、これどうしたらいいんだろうかという話が現場からまず上がってきたわけですね。でこれはどうしようもないで、しょうがないからもう一遍大学の中で自前でまあ別の日本語能力のテストとかプレスメントテストやってみようよってやってみたところ、その年の新入生、留学生の新入生、正規の留学生だけじゃなかったのかな、あの時は、まあ、それの大体半分近く、4割以上が、いわゆる本来ならば正規の日本の大学の留学生として入ってくるために、一応目安として求められていた日本語能力の N2 という基準があるんですけども、これにとても届いていないのが4割から半分近くいたということが判明したわけであります。でなんでこんなことになってんのよという話は、まずこれはもうあくまで教学の話で現場の話であります。でも入れてしまった以上これは面倒見なきゃいけないというので、先生方一生懸命クラス分け細かくしたらどうだろうかとかですね、レベル分けであるいは何とかしようということでやりながら、でも同時にこれは入試の問題でもありますし、入れ方の問題だから、法人側とですね教学側代表、その当時の上子学長をターミナルにしてですね、法人側とこれなんでこんなことになってんのと、来年以降これやったらうち困るよというようなことで、まあ学内問題として推移があったわけであります。でまあ、あの5月あたりにはもう観光学部でしたけど、最初にその留学生入れたのは、教学での協議報告などもやり、留学生問題に関するプロジェクト会議というのも一応立ち上げですね、法人側も同じテーブルについてちょっとなんとかこれ今後も含めて打開策是正案を考えようやというふうにし始めた時に、そこ黄色でちょっと強調してありますけど、皆さんこれご存知だと思います、ちょうどその年の6月にあの東京福祉大学池袋を中心にあります留学生ビジネスをもう大々的に、まあ、ある意味臆面もなくやっていた大学から1600人ぐらい留学生が臆面になっているといったような問題が起こって大きく報道されたのをご存知だと思います。これがちょうどその時で起こって、でまあ、文科省もその時大学入学者選抜実施要項というのを発出して、この時にその日本語能力 N2 相当じゃなかったら正規の留学生しちゃダメよということを一応文言にはこの時に前から言ってるんですけどもね、まあ、はっきりもう一遍釘を刺す形で、まあ、指示を出したということになります。でちょうどそういうことが起こったので、理事会の中でも外部理事の方がいらっしゃる、これは中の人間だけじゃなくていわゆる地元の財界であったりとかそういう方なんですけども、おいうち4月から留学生入れてたよなと、大丈夫なのかと、でなんか問題とか起こってるなんて話も聞こえてるけどっていうような話で、留学生の問題ちょっとうち大丈夫なのか、福祉大みたいなことあったら困るぞっていうようなことで、そういう経緯もあって上子学長に接触して、いや実は4月から入ってるのも問題起こってんですよということが、その時点でその外部理事のレベルでも認知されるようになったという経緯であります。で7月から8月にかけての理事会でその外部理事から、いやじゃあちょっと問題理事会に報告してくれよというので、上子学長は教学の代表でありますから、きちんとそのエビデンス資料を揃えてですね、いやこんだけ入って、ね、入試ではこうだけども、実際そのプレスメントテストもう一遍やったらこんだけ日本語の能力できないよ、でどっから何人来て どの国からどれぐらい来てっていうのは資料を全部事務方に指示して揃えて、それらも共にして、2回、7月8月の理事会でこのいや実はこんなこと起こってんですよという説明をしたわけであります。ところが大学側理事長側はこれをいきなり上子は怪文書を理事会に出したと今でも言ってます、裁判でも、怪文書じゃないです、これは
外部理事からいやちょっと説明するから来てくれって言われて事務方から資料をもらって出したものであったにもかかわらず全くここで聞く耳持たない、まあ、これの詳しい話また後でもちょっとお話伺えると思いますけど、で、まあ、その時点ではまだうちの理事会機能していたところがあったなと思うのは、いや、 やっぱ問題起こってるみたいだから、内部監査ちょっとやろうよと、幹事がいるわけでありますから、ちょっと独自に一応第三者ではないけど内部で幹事ちょっとどういうこと起こってるか調べて理事会に報告してねということを言ったわけですね。で言ったんですけども、夏7月8月行ってそれが出てくるのが翌年の1月だったというグダグダぶりだったんですけども、まあ、そうこうしているうちに事態は全然改善されず、学長の任期というのがその一応うちなぜか2年任期に変わってまして、まあ、特段の事情がない限り2年から4年もう1期やるっていうのは普通なんでありますけれども、もうすでに7月ぐらいからその上皇学長言うこと聞かねえぞと、理事長法人の方針に逆らってるからこれは下ろしまえっていうような動きがどうやらその頃から出てきたらしく、11月に次期学長選考委員会が一応設置ということに後で分かるんですけどもされて、ただ学内には一切詳細周知されないままで、で12月の教授会にいきなり理事長が乗り込んできてですね、演説を始めたわけであります。いかに今の上皇がふさわしくないか、学長に。だいたい教授会に法人側がいきなり乗り込んでくるっていうのも異常なんですけどもいきなり乗り込んできてやって、さすがにその時うちの先生方僕以下何も何でもこれはちょっとわけわかんないんでいろんな質問をしてちょっと紛糾したんですね。うちの教授会としてはおそらく10年分ぶりぐらいにいろんな発言が出たと思うんでありますけれども、いやそれは不信任だから4月以降はもう今の上皇学長ダメだよっていうのはまあそれはそれで聞くけど、でもそれ上皇学長の言い分もあるし事情を聞かなきゃ分かんないよねって話に一応なったわけであります。で大紛糾をして、でところが次いきますね、年明けてじゃあ上皇学長いやみんながそう言ってるんだったら俺もやっぱ説明する機会ないとやっぱこれはまずいよねというので、教職員に留学生問題を含めてこれ説明したわけで、いやこういうこと起こってたんだよ去年から、でここで初めて学内全体の教員に問題が一応周知されたことにはなりました、なりました。しかし理事長以下理事会へでもないわけでありまして、1月の理事会で、まあ、4月以降新しい4代は新しい学長に変わるよ、短大の学長はそのまま再任だよという形で、今の学長倉光さんといいますけどもね、元気なのかな選任する形になって、この時点でもう上皇学長の3月末の年度末、まあ、事実上の解任ですよね、確定という形になりました。でこの間、もちろん理事会で問題を関連案件含め外部の機関に報告することを上皇さんは表明されております、いわゆる札幌の入管ですね、出入国在留管理局、あと労働基準監督署、これ何かっていうと話しなきゃ分かんないんですけど、ハラスメントがめちゃくちゃ、まあ、留学生問題だけじゃないですけど多かったんですね、パワハラから何から留学生問題に絡んでもありました。要するに、試験問題作ってる教員にですね、お前入るような問題作れやというのを陰に陽に間接的にせよ圧力をかけてくる、それでまあ教員がちょっと具合悪くなってしまったりとかですね、まあそのようなことが複数あったので、まあ内部でもそのハラスメント処理のプロトコルを作ってですね、一応内部で処理する形をして、あんまりひどいのは、まあ、労働基準監督署などに行ってっていうことで、そういうことも報告する。あと札幌弁護士会、上野理事長これ弁護士でありますから弁護士としてこれふさわしい行動を取ってないじゃないのっていうので懲戒請求というのをやる、まあまあなど外部の機関にもこれ問題中じゃどうしようもないので報告するよということを理事会にも通告してですね、まあこの時点でも3月解任が事実上決まった時点でも上皇さん戦っておられました。で3月文科省が国際大呼びます、聞こえたんでありますね。で法人が教学側が呼んで、まあ一応事情聴取というか、いやどうなってるんですかという話を聞いて、まあそれも受けた形にもなるんですが、3月の下旬に、北海道新聞以下新聞の各紙に、国際大への留学生問題が一応報道されます。この時点の記事では、まあ、入管が問題を認識して調査に今後入る予定といったような記事内容になってたんで、これで後で絡まれたりしたんですけど大学側に、
で、まあ、3月制でありますから、これはもう自分の任期上さん終わるので、やっぱ外にもやっぱちゃんと説明する機会を持った方がいいと考えられたでしょう。3月31日最後の任期の日の夕方に北海道庁で記者会見を行って、まあ、それはその前の日でした。その日の朝刊か、留学生問題が出された記事に合わせて、いや今日の夕方道庁で、学長が記者会見する予定というのが出たのを見て、大学側が慌てたその日の昼間に記者会見を大学でやってという、やり合いをここでやってる。これが去年の3月31日であります。でここまでで一応上吾さんの任期は、先ほど申し上げたように事実上の解任でありますから切れたわけですね。で4月以降、事実上この時点がおそらく今の法人側大学側我が家の春だったと思います。嫌なやつを上吾を追い出したと、言い方悪いですけれども、でこの時点で、後でご説明します、4月からそれまでステルスの形であんまり表に出てきてなかった島貫和夫という偉い人が理事に新たに4月1日から就任します。これがどういう人かと言いますと、こういう人であります。これ国会の予算委員会で招致された時の写真でありますね。これ見た方が分かりやすいかな。右の方、皆さんご存知ですよね。前川喜平さんであります。新宿の歌舞伎町の、まあ、そういうお店に行って女の子と遊んでるのがバレて、でそれがきっかけで、まあ、文科省のいわゆる天下り利権というものをコントロールしてたということで、まあ、結果的に辞める羽目になった人でありますけど、この左側で手を挙げてるのがその島貫和夫さんであります。この前川喜平さんの事実上の片腕であったという方でありますね。元文科省、これも。ただこの人はノンキャリアだそうです。ノンキャリアでありながら、北大の事務局長も確か最後の方はやっておられたと思いますから、相当そういう手腕のある方だというふうに言っていいと思いますけど、この方がこの上吾先生学長、まあ、いなくなった後に表立って理事に入ってきたということです。それまでも関わりありました。経営戦略委員会とかっていうところでいて、いわゆるアドバイス、まあ、コンサルみたいなもんですね。留学生どうなんですかって、いやいや N2 の基準なんていうのは確かに一応あるんだけども、まあ分立みたいなもんで、言い方悪いけども大学側の裁量の範囲ですよみたいなことを言って後押ししたりしているのが議事録に残ったりしております。でそういうことをやってた方が、去年の4月1日からあからさまに理事に出てきた、まあ、用心棒みたいなつもりだったのかもしれませんね。こういう事態になってきたわけです。戻ります。で、まあ、学内当然もうこれでぐちゃぐちゃになってるわけなんです。で、まあ、この時点ではそれまでのような留学生ビジネスのやり方をずっと、まあ、継続してこの時点でやっております。でその頃からやっぱ僕もその上吾学長と一緒になって動いてたということが当然見えてたわけでありますから、あいつも追い出そうという動きが起こってきてですね、まあ委任用に4月ぐらいからありました。細かい話になりますけど、大学の募集パンフレットってやっぱ作るじゃないですか、紙でですね。で僕は人文学部の現代文化学科というところに所属してましたけど、まあ、一生懸命、まあそれまでも少子化で大変な中、オープンキャンパスとかでいろいろ学生高校生呼んで盛り立ててですねやってきたんであります。だまあ他に売りもないから大月さんちょっと何とかしてよっていうんで、まあ、僕の授業などを中心に紙面を作っていたら、いきなりほぼゲラまでできた段階で差し替えろという上から圧力がかかった。理由は何だって言えないとで学長説明してくれってうちの学科長さすがに一応言ったんですけども、いや言えない、なぜ個人情報に関わるなんか個人情報前置きみたいに思ってるんですねこれね。個人情報といえばみんなもう動きがピタッとだるまさんが転んだみたいに止まっちゃうというふうに思ってるみたいでありますけども、俺の知らない個人情報なんでお前が個人情報を盾にして理由言えねえんだこの野郎ってやったんでありますけれども、言えない、大月さんの名誉に関わる、いや俺名誉ないからって言ったんでありますけれども、そういうことがもうすでに起こってました。これはなんかやるんだなと、どうせもうこいついなくなるからパンフ載せることねえやって意味なんですよね、おそらくそれは。で情けないことにうちの先生方、学科の同僚の方はさすがに変だとはみんな思ってたと思うんですけども、抵抗しない、でそのまま、まあ通っちゃって、でそうこうしてるうちに5月ぐらいに、懲罰委員会からというのが
招致が来てですね、お前にその非常に不埒なところがあるので、まあ左門ですね、昔の共産党なんかの言い方で言えば、かけるから出てこい、なんでそんなもん出ていかないかんないって言ってやり合ったんでありますけれどもこれはもうやられるなと思ってたら、6月の末に結果的に懲戒解雇ということにめでたくなりました。で、理由は一応書いてあるんですけれども、4つあったんですけど、主なのは2つであります。どちらもそのまあ3月末まで学長であったその上郷さんの、まあ3月末のそのさっきの道庁の記者会見にお前同席してたろうと。いや、同席だって荷物持ってついててその場にいただけで、それがたまたまテレビに映っただけなんですけども、いたのがけしからんというので懲戒解雇、まあ基本的にそんなもんであります。で、これありかよという話なので、さすがに地位処分、保全の仮処分をまず申し立てたんですが、これはまあその後高裁でも最高裁でも先日却下されまして、仮処分はもうとりあえずもうなしということであります。で、まあ当然仮処分だけじゃなくて、本訴の方も8月に地位保全と損害賠償を含めて民事訴訟をやっておりまして、これはまあ後でも少しお話しすることあると思いますが、まだ係争中であります。まあ来年の秋以降片付けばいいのかなぐらいの話です、今のペースですとね。まあ、相変わらず大学がのらりくらりわけわかんないこと言ってるわけでありますけど、まあそういうのが僕の懲戒解雇に関する経緯であります。で、その後、まあ簡単に経緯だけかいつまんでおさらいしておきますと、9月に札幌入管が調査に入ってた、事実調査に入ってたみたいですね。公益通報を受けての調査だったらしいんですけれども、報告書が出ました。本当はこんなに長くかかるはずじゃなかったみたいなんですけども、なんかいろいろ上の東京の法務省と文科省でいろいろやり取りがどうもあったみたいなことも側聞しましたが、まあ出ました。で、法令違反はないというのが一応の立て付けでした。ただしなんだけども、指導が3点入ってたんでありますけれども、大学側はこれはもう鬼の首を取ったように、入管が調査入ってたけれども法令違反なしというのが出たんだということを一生懸命この時は言ってたんでありますけれども、でも入管側に確認しますと、やっぱり指導は3点入ってる、入試いい加減な入試やってたよね、これやっぱまずいよね、科目等履修正も正規の枠にで使って入れたし、これはやっぱちょっと良くないよねっていうことを、ちゃんと指導3点入ってるということは、どうも法務省入管はその大学の中っていうのは直接手を入れるような公益通報を受けた上での法的な権限がどうもないらしい、だから判断ができないわけですよね。だから法令違反じゃないと言わざるを得ないんですけども、いろいろ調べた結果、さすがにこれはいかがなもんかというのがあるので、法令違反はない、一応ないとしか言えないんだけども、立場としてはでも指導3点入れるから、所轄の、まあ、この場合文科省ですね、ちゃんとそこと相談して叱るべき対処してくださいねという念押しのされ方をしております。で、10月にはこれは7月からすでに立ち上がってたんですけども、これおそらく文科省から何か言われたんだと思います。第三者委員会を設置して、この間の経緯ちゃんと調べて報告しろという形で7月から一応やってた形になったんですが、これは10月に報告書が出ました。出ましたが、中身は何も調査を具体的にしたと言えるようなものではなく、その第三者委員会の委員も、まあ、3人、弁護士を2人でしたか、で、あともう1人文科省の OB の方も入っていらっしゃいましたけども、そのうちの弁護士のお一人が、まあ、創価学会の法務担当であったりとか、まあ、いろいろあるんでありますが、で、内容もとにかくお手盛り、本格的な調査何もやっておりません、うん、で、まあ、結論としては、第三者委員会の結論としては、大学側法人側は何も悪くない、留学生こういう入れ方してたのは全部共学である、だから僕悪くないというのを第三者のその、まあ、形としては委員会すらそういう報告を、まあ、するような構造、厚かましいっちゃ厚かましいんでありますけれども、そういう事態になっておりました、まあ、これこのまま文科省が見て果たしてどう思ったかっていうのは僕分かんないんでありますけれども、まあことほどさようにもう全部共学がやったことだ、先生方がやったことで、全部入れろなんてことを言うはずがない言ってんですけどもね、事実上証拠は山ほどあるんでありますけれども、で一生懸命そうやって逃げてるのが去年の秋の段階であります。その後12月末に同じように僕などと一緒に上吾さんと協力して動いていた中に、まだ残っていた教員が改めて複数名処分をされたりしております。で、それらも含めてこの3月には中の教員が19名20名近く一度に辞める形になっております。まあ、これは雇い止めとかですね、任期切れとかいろんな理由立て付けはあるんでありますけれども、
一度に20名近くのちっちゃな大学ですよ、うちも本当に、教員が辞めて回るのかというんでありますけども、まあ普通は回らないです。だけども中でいろいろお前これもやれあれもやれ。昨日まで職員やってた人が教員になっております、4月から。おそらくこれ文科省的に言うと、大学のいわゆる家庭審査ですよね、そんなものを今やったらほぼ全部アウトじゃないかというような状況で今回っているのが国際大学の正直な現状だと僕ははっきりここで僕の責任で申し上げます、でも誰も何も言わないっていうのが今起こっていることであります。で、まあ、おさらい的にざっと初めての方もいらっしゃるし、そういうことが起こって、つまりまとめますとあれですね、少子化で困った、定員割れすると補助金ももらえない、大変だ、じゃあ留学生入れてなんとかそれを盛り立てよう、水増しでも何でもいいから定員充足率上げようってやった。もう一方で留学生だけじゃなくてスポーツ特待生っていうのもうちやってて、この2本柱だったんですね。スポーツ特待生っていうのは、まあ、ちょ一時期うち女子駅伝もやってました、今また知らん顔してますけど、で野球部なんかもある、そういうところにスポーツで入ってくる子たちを特待生で入れる、まあ人数は入りますよ、でも人数は入るけれども特待生ですからいろんな奨学金とかアドバンテージがあるんで、1人入っても正規の学位はなかなか入らない、だから定員は充足するけども経営にはこれ資さないわけなんでありますけれども、スポーツ人間学部についてはスポーツ特待生で、観光学部については留学生で、まあ言い方悪いですけどもはっきり言って水増しをしてなんとか定員充足率を上げようということをやって、その2019年度ですかの定員充足率は一気に回復して、補助金も確かにその時はかなり回復した額取ってるはずです、まあ、それでも赤字はどんどん垂れ流しているのが経営的には全然わけのわからないことをやってるということになるわけなんでありますけど、まあそういう状況であります。だからもう一遍まとめますと、景気悪い、学生来ない、留学生で水増して定員充足してなんとか経営回すようにしよう、スポーツ特待生も入れるよ、でもそのやり方があまりにもずさんであったということを中で現場の日本語の先生たちがまず分かって、これはちょっと回んないからどうにかしましょうよっていうのをやってたら、逆らうのはけしからんというので学長事実上の解任に近い形で、まあ言い方悪いですけど申し訳ないですけど追い出し、なおかつ僕みたいな痛いけな善良な教員までも理由にならない理由で懲戒解雇、これ履歴書傷ですからね、僕もう62歳だからどうでもいいようなもんでありますけれども、前科持ちであります、お前他にも前科あるだろうっていうのはこの際言わないでくださいでも立派な前科がついたようなもんでありますので、まあ、そういう無体なことを平然とやってまだ大学のふりをしようとしているという状況であります。でなおかつその背後で、まあ、こういうのでやっぱ自分事になると、僕も一応法学部出身ですけども、ちゃんと勉強しとけばよかったと改めて自分の裁判になって思ったりしたんでありますけれども、いや実地に勉強させてもらっております。でまあいろいろその周りの、それこそこの学院大もそうですし、周りの北海道の、まあ全国的に言えば地方っちゃ地方ですよね、札幌県の私立大学の状況などもいろいろ勉強させていただいたりして分かったことというのは、どうもこれはうちの大学だけの問題ではないない。まあおそらく今日ズームで参加されている方なんかの大学の教員の方いっぱいいらっしゃるでしょうし、いやうちの方もそうだよみたいな話もいろいろ聞こえさせていただいたりもしてるんでありますけれども、どこもやってきたことなんですね。程度の差はあれ、ここまでずさんなやり方はおそらくよっぽどのとこじゃなきゃ、副社会ぐらいじゃなきゃやってなかったと思うんですけども、やり方が非常にずさんではあるけども、構造的には同じことやってきてなんとかしのいできたところはあるんだろうということであります。で、じゃあそれはなんでっていうことを、まあもうちょっと大きい目線で考えていくと、例の留学生30万人計画ってのがありましたよね。あれがやっぱ一つ大きなエポックではあった、まあ、その前から中曽根が10万人とか最初言い出したりとか経緯はあるんですけども、今世紀0年代の半ばぐらいでしたか、30万人ぶち上げて、その立て付けを、まあ言い方悪いですけどもうまく利用して、まあ儲けようという方々が、まあいろんな形で暗躍されて、日本の特に中小の地方の特に地方の私立大学にこういう形の留学生ビジネスってものは一つのパターンとして配給されるようになったんだろうということがなんとなく分かってきました。
でそれはもちろんいろんな思惑があったんだと思いますけれども、先ほどちょっと見ていただいたその文科省 OB のこの御仁ですね、まあ、天下り利権全部この人がさばいてたって話なんでありますけど、この人と、まあ、その愉快なお仲間たちみたいなのがですね、あちこちの大学に取り付いては、留学生だけじゃない、スポーツなんかもだいぶ絡んでたみたいでありますけれども、まあある種の外付けのアタッチメントというかコンサルみたいな形で入って、おいしいこと言っては儲けさせて、で、ある程度しゃぶったらどっか行くということを繰り返してたっていうのが仕組みとしてなんとなく分かってきました。だからむしろ先ほどのうちの上の弁護士である上野理事長なんて、ある意味うちはその先代のその理事長のだった和之内さんって方が、まあ本当にこれもある意味男前な方で、100億以上の現金でお金を貯め込んで、うちの大学本当に零細で、あの北海道の田舎の次第でありますけれども、経営レベルだけはもうちょっと前まで全国トップクラスだったわけでありますけれども、まあそういう金儲けの才能があった人でありました。僕今でも覚えてますけど、僕が縁があってこの大学北海道いいなと思ってたんで、あのエントリーした時に面接されたんですけど、前のあのうち理事長に、君、俺は観光学部作った時一発当てたんだと生きてる間にもう一発当てたいんだっていうお話をされてですね、僕は嫌いじゃないんです、そういうの大好きなんですけども、これは学校の経営者の件じゃなくて敵やか、あるいは町工場の親父だなというふうに思ったんですけど、まあそういう方だったんで、あのお金は貯め込んでた。だお金をそんだけ現金で持ってる次第っていうのは、やっぱ地方でもそうはなかったと思うんですよね。それが理事長、まあ亡くなって新たに上野さん、上野理事長が理事長になって、あちこち、おい、なんどうやったら大学建て直すんだってことをいろいろ、まあそれなりの人脈をたどってうろちょろされてるという状況を想像していただいたら分かると思いますけども、本当に申し訳ない、田舎からでっかいネギ背負って太ったカモがよちよち歩いてきたという状況だったんだろうと推測します。それはこういう方に食いつかれますよね、やっぱね。どこでどういう接触があってこの島抜きさんたちと縁があったのか、まだあの突き止めてはないんですが、おそらく間違いなくどっかで縁があったんだろうと、それで言うことを聞くようになったんだろうというふうに考えております。そしてそれはたまたまうちがこういうわやなことをやって、今表沙汰になっておりますけども、似たような構造っていうのはついこの間まで多くの大学でやっていた。ところが去年の夏ぐらいから、いわゆるその経済安全保障とかって言い方が出てきましたよね。で文科省でも、荻生田さんですか、去年の9月の定例記者会見でも、30万人計画を去年20年度で終わりだし、まあ見つめ直すよって言い方で線引きをし始めてるわけです。実際その後文科省の中の組織もいろいろ改変が始まってるみたいでありますし、まあ、我々レベルでも新聞とかなんか見てても、あるいはあのニュースとか見てても、ついさっきもありましたね、いわゆる孔子学院、中国共産党 の, あの文化交流施設みたいな、あれもさすがにもう問題だということを国内でちゃんと国会議員が質問するようにも数日前もうなってますし、あといわゆるちょっと前まではお前そんなバカな陰謀論だ、お前頭の中おかしいんじゃないかって言われたような、いわゆる北海道なんか特にあるその中国資本による土地の売買買収っていうのも、政府がちゃんと調査した結果700カ所でしたか、ちゃんと間違いなくそういう事実はあるっていうのは報告が出始めてますってことは、おそらくこれはいいか悪いか別にして、我々の国日本をめぐるさまざまな国際環境というものが、まあいろんな力学の上であれ相当変わりつつあるんだろうな。でそれがたまたま学校教育の現場においてはそれまでの留学生利権という形であったけども、これももうそのままじゃダメだよっていう過渡期なんだと思います。ですから、まあ、日本学校なんかみんなあの敏感な方多いわけですから、もうそんなやり方ダメだよ。だから逆に言われました、国際大今時なんでそんな古臭いことまだやってんの、バカじゃないのって言わある知り合いに言われたんですけれども、まあ、その程度に純な田舎者だったんでありましょう、理事長は。それを臆面なくやってこういう目に遭ってるということなんですけども、ただあの北海道で言いますと、あの苫小牧駒沢大学はもうこの4月から北洋大学と名前変えております。若内北星大学は あれは育英館大学ですか、変わって、これはどちらもあの京都育英館というその日本語学校を中心としたあの法人に変われております。
でこの法人はもう昔から中国の特に東北部中心の優秀な子弟、まあ、恵まれたですね子弟を日本に連れてきて日本語教育をして、しかるべきその一流大学日本にこう配分するというビジネスをやってきた人たちなのでありますけれども、それが北海道の子弟2つもまあ事実上買い取った形になっている。で申し訳ない、この札幌学院大今日こんな立派な教室、広いんですよ、これ150人ぐらい入って入るところなんですけども、もう4月できたばっかの新しい校舎、新札幌というところのそのキャンパス、この立派な建物の横に別の専門学校入っておりますけれども、これが慈恵学園という、大阪関西でしたね元はね、まあ札幌にもいくつも専門学校も持ってますけれども、それとまあ同じ敷地の中にごく隣り合わせで、校舎が建っている。まあおそらくゆくゆくはこれどっかでもうちょっとタイトな関係になるんだろうなと僕は思って見てるんですけど、この慈恵学園が以前少し前ですけども大学を設置申請したことがあって、その時のまあこれ流れてるんですけども、設置申請した時の学長の名前が島貫和夫でした。うん、まあ何か関係があったんでしょうね。まあその後それ流れてるんですけれども、でおそらくそういうつるもある。あとこれはまあユニオンの方がそれこそお詳しいと思いますけれども、札幌大学さまざまなそのいろんな、あそこも経営状態は本当に少し前からもう金庫空っぽだっていうふうに言われてるんですけれども、まあそういうところにはいろいろ手が回ってくるわけでありまして、まあそれは別に外国資本というだけじゃなくてですね、さまざまな思惑で経営 の立ち行かなくなりつつある構造的に地方のこういう中小の私立大学に対する、まあ、スクラップ&ビルドじゃないですけども、それこそあの夕張のマウント冷水とか買われたのと僕は構造的に同じように見えるんでありますけれども、そういう売り飛ばしをする、まあ、ビジネスも含めてですね、行政なども含めてそういう動きがおそらく出始めてるんだろうと思います。たまたま僕は今北海道にいてこういう目にあったから、そういうことをあれと思ってこういうことを申し上げるわけでありますけれども、他でもおそらく大なり小なり起こってきてる、あるいはこれからまだ起こりつつある。それはさっき言ったみたいにもう過渡期でありますから、旧来の留学生ビジネスはもうダメだ。じゃあ新しい立て付け何かっていうと、東京の方ご存知でしょう、高田馬場あたりにもう中国人のための中国語でやる予備校がいっぱいできてますよね。つまり留学生の立て付け、今までみたいに留学生の名前で来て実は働いてお金を送るんだなんてのはもう昔の話で、日本に来たい人はまだいる、例えば中国なら中国でいるんだけれども、留学生に関する政策が大きくパラダイムが変わったので、一生懸命勉強してちゃんと正規で戦って入んなきゃいけない、だったら日本の予備校で中国語で教えてくれる予備校でちゃんとそこ入ろう、そういうふうにもう動きが変わってきてます。でおそらく旧来の日本語学校なんかもそれぞれ生き残りをかけてそういうことをやってらっしゃる状況だと思うんです。だからそういう意味での過渡期なんだと思いますね。だからそれほどまでにおそらく留学生、外国人留学生を日本の学校に送り込むということにまつわったさまざまな、まあ言い方悪いですけどしのぎといいますか、ビジネス商売の構造というのがここ20年ぐらいの間に根を張ってしまっていて、おいそれてやめるわけにはいかなくなっているように僕には見えます。ですから今後それがどのようにシフトチェンジ、パラダイムチェンジの中で違うビジネス形態に移行していくのかというのも含めて見つめなきゃいけないと思うんでありますけれども、ただたまたま僕なんかがこういう目にあったことで見えてきたことというのは、まさにその最初のタイトルに戻りますけれども、一言じゃないというのはそういうことですね。特に私立大学で、まあ、奉職されている方、特に我々はもう年寄りでありますけれども、20代30代で若い方は向こう10年20年なんとかこれで食っていかなきゃいけないということになった時に、見ないふりしてる場合じゃないと思います。で経営側のガバナンス強化っていうのは文科省がもうここに、これそれこそこれまた20年ぐらいやってきたことで、だからそれはおそらく善意でやったことなんでしょう。結果的にそれが全部裏面出てるような事態がいっぱい起こってきています。国立もおそらくこれは構造的には同じだと思うんですけどもね、国大とかあの旭川医大の問題なんかもまあ大きく言えば同じような問題あります。だから教育の現場における性善説がこれはもう崩壊してるなというふうに僕なんか思わざるを得ないんでありますけれども、まあそれはともかく一言じゃないというのはそういう意味であります。だから今日ズームで参加していただいているさまざまな方、
普段ツイッターその他でお付き合いいただける方もかなりいらっしゃると思います。その中にはもちろん名のある教員の方もいらっしゃるし、あるいはそうじゃない一般的にそういうある意味問題意識の高い方もいらっしゃる、いっぱいいらっしゃると思いますけども、おそらく身の回りそれぞれ見回していただいたら似たようなこといっぱい起こってると思うんですよね、違う形で、うん、だからその辺についておそらく、まあこれは陳腐な言い方になりますけれども、自分が責任を持って引き受けなきゃいけない関係と場においては声を上げないといくらでも好き勝手すりつぶされるように今なりつつあるよということは申し上げておきたいなというふうに思います。あまり長くなってもらえないので僕の話はこれぐらいにして、ジョー先生せっかく来ていただいておりますので、ジョーさんと、まあ、ある程度やり取りしながら、さっきの経緯で中で起こったことについてお話しできればなと思います。以上です、ありがとうございました。で、まあ、2018年度の問題っていうのはあまりこの経緯の中には出てこなかったんですけども、2018年はおそらく次第の2018年問題っていうのが、まあ、少子化も含めた定員充足のありようというのが非常に問題になって、札幌国際の学長になった時にその問題が最初に来て、いや定員割れをすると、定員割れをするか定員 の、 あの数、まあ、充足を図らなきゃいけないっていう問題がもう前面に出ていました。で、潰れる大学の ABCDF ランクまでやった統計がありまして、国際の場合 F ランクの一番下のランクでございました。で、なぜそういうことがあったんだろうかということを今考えてみますと、特にその時に観光学部っていうのができて、まあ、何者よりでもう20年ぐらい経ってる観光学部でしたので、あの50人の定員の国際観光学科っていうのがございまして、一つの50人定員のところに私が受け持った最初の2018年度の入学してきた学生は8人しかいませんでした。で、当時はいわゆる 50% の定員充足がなければ助成金が出ません。そういう学科学部があの国際の中にありましたので、これは定員充足を図るためにはどうしたらいいだろうかということをいろいろとこう、うん、学長になって、いわゆる学長のガバナンスっていうのか方針をどのようにみんなと共有していくかということを2018年度の当初4月16日だったと思いますけど、あの職員教職員にあの説明をした覚えがございます。それはあの次第のあの問題とか、まあ、国立大学は、24年に、平成24年に、学校教育法があの変えられたというか、いや改革されたというか改定されて、それで2年後にあの僕が教員あの学長になった時に、あの次第も学校教育法が変わるから学長のガバナンスコードをきちっとしないと大学は持たないぞということで、おそらく今年からその中期計画目標を次第は出さなきゃいけない状況が出てきたかと思います。で、そういう時の最もその次第の生き残りの問題としては、確かに定員の数量の問題と存続の問題ということが課題でありました。で、その中であの学長としてどうするんだと、何をやっていけばいいかということを、私47年間国家公務員をやってましたので、やはり教育大畑でそのお金の儲け方とかお金の取り方、いや運用経営の問題について非常に素人でございました。ただあの、まあ、教育大に25年ぐらいお世話になってましたので、その前もあのいろんな全国の教育大学で公務員47年間やってて、その国際に入った状況がございました。でも国立も次第も学生の質を高めるのは同じじゃないかという考え方を持ってましたので、いわゆるスチューデントファーストっていう学生本位のガバナンスをどのように構築したらいいだろうと、
まあ、その中に留学生対策とか定員充足の問題というのはあるだろうということを相当きつく思ったことがありました。で、当然その当時大学プランというのが出ていまして、次第も国立大学もそれに躍起になって構想を立てた状況がございました。まあ、そういう体験を前の大学、いわゆる教育大学の時にやってきた経緯がございまして、まあ、それをはっきりするということと、やっぱり学長としてのガバナンスはどうあるべきかということをやっぱきちっと整理して、いわゆる教職員一同、また事務局、いわゆる法人事務局にもきちっと知らしめることが必要だろうということで、自分の立場をまとめて、2度にわたってガバナンスを説明会を開催しまして、2018年をスタートしたわけでございました。ところがそのどうも私の考え方が、その質と量の保証は必要だということを思っていましたので、どうも事務局の方は数さえ揃えばいいんじゃないかと、定員充足さえして助成金を何がしかをもらえばいいんじゃないかというような発想があったかのように今思うと感じています。それで法人側は教学、いわゆる教学側の責任である学長にはあまりご相談が、この留学生対策の問題についてはないまま、盛んに中国へ出かけて協定校をたくさん作って、印鑑だけお前押せという状況がずっと半年ほど続きまして、協定校がどういう素性の協定校なのかわからない協定校との協定を結んで、で紙媒体でその協定校で留学生を取ろうとした状況がございました。で、そういう一つの経緯の中で定員充足を図ることが必要だということで、2018年度の入学生の中、先ほど大月さんの話もございましたように、47名の留学生が入ってきた経緯がございました。で、その中の、いわゆる半数近くは日本語能力が非常に落ちてたと。しかし入れたからには責任を持たなきゃいけないということで、日本語の教員の充実を図って、また観光学部にそれが集中してましたので、観光学部の教員たちと一緒にカリキュラムを改正して、また授業の中身を相談して、そういうことを実態に即したいわゆる、留学生対策指導をしていかなきゃいけないということで、ところが N2 どころか N2 の試験も受けないで入ってた学生たちがいたわけです。どうもこれは文科省の言ってる、または入管が言ってる、入国管理局が言ってる N2 能力のからこれをコンプライアンス違反じゃないかというふうに学長としては立場を取ったわけです。しかし言えたからには責任を持たなきゃいけないと、教学としては。だからそういうことを含めてですね、みんなとどうしたらいいかということをして、実態をその理事会とか事務局に出したんです。この実態っていうのは国際化っていうのがありまして、国際が作った実態でございました。しかしそこにはいろんな中国の受け入れ側の問題とか、先ほどから言っている基礎学力、基礎能力の問題とか、日本語も含めて国語の問題も含めていろんな問題があるということが明確にありましたので、じゃあそれを踏まえて、いわゆるセンターを作って、学習センターを作って、学生たちのいわゆる留学生だけの基礎学力の向上だけじゃなくて、まあ、札幌というのはボーダーフリーといって偏差値がない国際大学でございましたので、いわゆるボーダーフリーじゃない大学にしなきゃならないと、ある程度の能力を持った学生を取ろうじゃないかということで、教員たちとまた事務職で一生懸命
プレスメントテストっていうのか、国語や英語や数学を必ず入学の時には取って、実態に即した指導体制を整えたのが2018年でございました。それである程度その、日本語能力が出たということを思ってたんですけども、どうもその2019年度になったら、怪文書を作って変な資料を、学長が配ったということで、いわゆる、もう2019年度2年目の学長の時にそれをいわゆる、なんていうんですか、怪文書だと。でそれでそういうのは、まあ、学長としての資格はないということはずっと半年ぐらい続いたのは、先ほど大月さんが話してた通りでございます。で一方でそれだけで、まあ、怪文書であろうが何であろうが、学生たちの質向上って何だろうかということを一生懸命、だ質を上げないと数は揃わないと僕は思ってましたので、大学そのもののいわゆる基礎学力、基礎能力をどういうふうに身につけさせるかということを必死になって、カリキュラムもまた授業の内容を変えていった覚えがございます。まあ、そういう中でセンター構想というのを作りまして、学生たちの悩みや、また勉強のできない子は個別指導をして、学習支援センターというのを作って、そこへ放課後なり時間が余った時に対処して、いや高校の校長さんたちがたくさん、うちの場合は校内連携でいましたので、それぞれの専門の先生方にお願いして授業をやっていただいた経緯がございました。でそういうところで、そのセンター構想の中で質を高めていこうと。そしたら、いわゆる私の学長の、いわゆる2019年度生じゃなくて2019年度生ですね、19年度生は先ほど申しましたように非常に不備だったけど、2020年度 の学生っていうのはいずれも定員充足の 50% を超して、平均が 70% 短大も含めてですけど、充足率を高めて、ほとんどいわゆる 50% どころか 67%、 人文学部が一番あれでしたけども、観光学部はほとんど 80% 近い充足率が測れた状況がございました。これで少し大学は理解していただいてんだなと。その当時高校周りを一生懸命やって、校長さんたちと等々といろいろと、また進路指導の先生方と教学としてやれるだけのことはやろうということで、またオープンキャンバス等でどういうふうにうちの内実また質をどういうふうに皆さん方に理解していただくかということを、相当教員たちも教職員たちも頑張って、オープンキャンバスを幾度となく開いた結果が、そういう状況が出てきて、で当然2年目の2020年度に入ってくる学生たちは優秀で、ちゃんとした日本語能力も備えた留学生も入ってきましてですね、まあこれで質のある程度の向上が、課題がクリアできたかなという矢先だったもんですから、その時に先ほどからここに出てきている2019年度のいろんなやっぱり言うことを聞かないと見えたのか、こちらのやってる方針なり対応が総合理解ができない状況が多々あったんだろうと思うんですね。僕はそう思ってなかったんですけど、である日突然学長選挙の問題について、大月さんが先ほど話したように、突然上後っていうのはろくでもないやつだというのは、なんかそういう教授会でお話になって、で教職員たちがもう怒り狂ったように、ちゃんと学長に説明させろと、本当のことは何なんだということで、1月10日明けて1月10日に教職員を集めて話をした覚えがございます。
で、そうこうしているうちに、いわゆるいろんなマスメディアというのか、情報の出すいろんな新聞社とか雑誌社とか、そういう方々が関心を持って、何度か僕もそういうところで懇談なり話を取材をされたことがございました。しかしどうしてもその3月31日にもう辞めるという時の最後のもう一度確認をしたいと思って、そのいわゆるプレス発表っていうのがある記者会見をやったんです。それがどうも面白くなかったらしくて何を情が狂ってんだあいつはと、もうやめるやつが何を言ってんだというようなことで、僕のことよりも弱い者をいじめにかかった、そして大月さんが6月に懲戒解雇になったと。弱いもんですか弱くないんです本当は強いちゃんとした理屈をまた筋を通して話す、いや道理を踏まえた教職員はたくさんいます。でそういう人たちがどうしても今年の人事を見ると、いわゆる大学離れをしてたくさんの人たちが辞めていったと。それに対して僕は非常に心苦しくて非常につらい立場にあり、じゃあもうマスコミには出ようとは思ってませんでしたし、こう公の場に出ることはやめようと思ってましたのであえてそういう状況がありましたので、ましてや大月さんとはもう心身ともに疲れ切って毎日のようにおいどうしようこうしようということをやってきた仲間だったもんですから、大月さんがちょっと出て話してよと、また一緒に懇談に参加してくれないって、まあ、当然組合の方からもそういう依頼がございましたので、今大まかに、まあ、学長としてのその立場はどうするのかということについては、まあ、大月さんが3つほどまとめてくれたように、問題のきっかけはやっぱり留学生に対する施策の問題、いや定員充足ですね、基本は大学がどういうふうにすれば質を保障して定員を充足していくのかということと、そういうことのいわゆる教学としての教育の保障、また研究の保障っていうものをやっぱり学長としては整備していかなきゃいけないということを強く思っていましたので、そういうことに対する一つの取り組みをやってきて、これからだという時に、まあ僕も懲戒解雇に近いですねことをいただきまして、まあまあいいかというような感じで3月31日の記者会見をやった覚えが、なんで先生訴えないんだっていう記者の方々から盛んにありましたけどいやもう疲れたと、大学じゃないところで働く気持ちはないと、まあ、そういう気持ちがあったんですけど、大学の機能っていうものが機能化してない、組織そのものも崩壊してる、それは教学といや経営者側の運営側のいや法人事務局側とのやっぱり話し合いが十分になされない状況で、ただ教員がまた教学が飾りであって天才揃えば大学は生き残れとは大間違いで、私はそう思ってますので、やっぱり質をやっぱきちっと、特色を札幌国際大学の特色はどこにあって、どういう出口があって、入り口保証は出口保証だっていう立場でずっとやってきてましたので、そういう面での、まあ、学長としての責任をやっぱりきちっと、今でもそういうことで悩んでるし、大変なことを残したその教職員の皆さん方に心配をかけているということに対して、またご苦労をかけているということに対して、今一度もう一遍、今係争中のいろんな裁判もございますので、そういうことで
お役に立つ状況があればということで、今日はここに立って、まあ簡単って簡単じゃないかもしれませんけど、話して、まあ限りなく私はあの実務家だと思ってるんですよ。実務家教員であのやってきたつもりで、まあ、特に教育学部でずっとやってきてましたから、嘘つけないんですよ。いわゆる虚偽とか、そういう発言なり、また捏造とか、そういうことに対しては非常に憤りを感じることがありまして、よく大月さんとも話してるんですけど、うん、言ったものが勝ちだよねって言って裁判なんか非常にですね、そういう意味での不合理っていうのか、道理が立たないいろんな組織については、それこそ政治力を図っていかないと大学は持たない、大学はいつか潰れる、そういうことを強く思った国際大学の4年間でした最初はでも先生あれですよね、教職かなんかで最初来られたんですよね。あの大学院を設置するということで、うん、もう71でしたから、うん、あの大学院になったら最後のお勤めかなと思って、2年間設置審が解けるまではやりますよということで、あの大学院のメンバーで、僕教育学、いや保健体育なんです、体育ので、教育学の教科教育というのは非常にあの大学院レベルっていうのは大変数少ないらしくて、あのいろいろと情報がられるんだなと思って、あのお世話になった経緯がございました。ほんであの理事長さんも先ほど写真出てましたけど、お前しかいないんだって言うから、いや、なんで私ですかって言って、何度か半年ぐらい返事をしなかった覚えがありました、はい、だからえっていう感じですけどね、はい、学長になる気なんか最初からなかったですね。なかったです、はい、あの、まあ、教員畑をずっとやってきてましたので、そういう器でもないと自分では思ってましたので、ただ学生のためにはとか、学生をどうするかっていうことについては、それ以上の情熱を持ってですね、あのやってたことは事実でございます、はい、まあでも本当にどうやったら今の国際大あれ正常化できますかね、手順としては。やっぱりあのこれ非常にあれなんですけど、やっぱり教学と法人事務局はね、うん、仲良くしていかないと、嘘ついたらいけない、うんうん、ごまかしたらいけない、リスペクトもないですもんね、うん、でもう一つはね、なぜあの改革や改善が必要かっていうと、エビデンスはもう僕は誰以上にも、誰以上とか他の人には負けないくらいのエビデンスを全部調べてありますし、この問題についても段ボール箱10箱ぐらいあります、あります、この問題について事務局より持ってんじゃないですか、先生の何の心配もありません、うん、裁判だから、うん、それくらいそのエビデンスっていうのはに沿った大学改善改革をどうしていくのかと、やっぱり数値的にずっと示してきたんですけど、それはあの法人事務局側にはあんまり通じなかったですね、はい、とにかくその紙の手続きとかなんとかをないがしろにするのはすごかったですよね。そう、うん、で実態に即したのが、うん、まあ、教育っていうのはやっぱり実態を把握しないと指導ができませんので、そういうところが少しやっぱりあのうまくいかなかったことがありますね、はい、だからなんていうのかな、その怪文書怪文書ってさっきから出てますけど、要はどういう問題が起こってるかちょっと理事会来て説明してくれって言われたので事務方に行って、まさにエビデンスをですね、成績こうなってるし、はい、データこうだよって持ってったら、いきなりあんなもの出してくるなんて怪文書だというわけですよ。まだ言い張ってます。で、うん、入試の、あの、経緯の、あの、入学者数を20年間、大学になって20年ぐらい経ってましたので、その前は短大、うん、で、それの推移を全部調べまして、ね、学部ごとにどういう問題があるのかと、で何年に何でここは、うん、あの定員が減っていたんだろうかとか、そういう一つの推移を、記録が残ってましたので、まあ、それに沿って各学部の対応をやってきたことは事実なんですね。ほんで
特に観光学部の場合は受け持った時に何者入りで作った観光学部だっていうことを聞いてましたので、ある意味ではその定員が一桁台になってたもんですから、これはということで、いわゆる各観光のそれぞれの重鎮たちに会って、北海道の観光の推進はどうあるべきか、日本の観光はどうあるべきかということを、まあ理事の中にもそういう重鎮が何人かお見えになりましたので、商工会議所等々のいわゆる将来構想の中で、じゃあ観光学部はこうやってやっていこうと、だから基礎学力がせめて国家公務員に試験に受かるぐらいの中学校3年程度の基礎学力を身につけて卒業させようじゃないかと言ってても、そんなことはどうでもよかったんですね。法人事務局は数さえ揃えばいいっていうのは、まあそのあたりでどうもうまくあの噛み合わなかったことは事実だね。うん、大学に限らずその学校がどういうものであるかってことを全然理解を持ってない方がその事務の中心にやっぱ座ると本当にわやです。まあ他でもあるかもしれないですけどね。まあ僕が玄人だと思わないし、その経験が深いとは言わないけど、やっぱり教育っていうのは理解できない方にはなかなか一緒にやれないところがございましてね、そういう点は非常に今でももうちょっと努力しなきゃいかんかったなっていうことは強く思ってますね。はい、まあ、我々現場じゃないですか、はい、教える側は、はい、でそれとまさにマネジメントの側ですよね。そこの信頼関係ですよね。お互い立場違うわけですから、いい意味での緊張関係を持ったそのリスペクトも含めたパイプがないことには、これはどんな組織でもそうだと思いますけど、回るわけないですよ。僕の現場の地方競馬なんかでもしょっちゅうありますけども、厩舎と主催者がとにかく信頼し合ってないとぐちゃぐちゃになります。うん、立場違うんですから。でもどっちもいないと回らないんですから。でもそれが全くなかったですよね。そうなんですね。うん、やっぱ最後まで平行線でしたね。平然とうちの先生方はわけわかんないんだから、先生方にやらせてるからこうなってるんだ、事務が全部やるんだっていうことを一時から平然と言うようになりましたし、そう、もう一つ大学っていうのはここに大学の先生さんを見たんですけど、うん、専門性が欠けるともうこれ質は向上はありませんね。だから人事っていうのはやっぱり設置心に基づいて人事が行われると思うし、カリキュラムも添えて保障されるということを思うんですけど、ちょっと、まあ、僕の口から言うのもおかしいですけど、うん、SIU の場合はそういうことはへっちゃらで人事配置を観光学部から人文学部に移すとか、スポーツ人間学部にスポーツのわからない人が入ってくるとか、短大から4大も平気で移しますから、はい、それも相談なく、だから設置しんところの話じゃないんですね。だから教育課程が保障されないっていう大学は崩壊しますね。だからその最初おっしゃってたその観光学部の中の国際観光学科っていうのはその8人しかいなくて大変だっていうの、まずここなんとかしようってなった、でここ留学生集中的に入れて盛り上げるんだっていうふうに党の理事長も言ってたんですけども、その国際観光学科はもう潰します、潰して一つに統合して、だからもう言ってることがもう朝令暮改どこじゃなくて、この間まで言ってたじゃんあんたっていうのを平気でひっくり返して恥じないです。その場しのぎですよね、おそらくね、うん、なんかね、だからおそらく10年ごとぐらいに設置審の再認定過程を出さなきゃいけない、もうちょっと早くサイクルが早くなってる、おそらく今度、大学の中期目標計画を去年の9月に出してると思います、私学は。でそれでこう評価を受けて再過程認定をして、文科省はやっぱりそれでもって大学をスリム化していくというのか、大学の数をですね、だから設置審が 通らないような人事なり、そういう運用運営経営なりをやっていくと大学本当に崩壊しますね。やっぱりそのさっきも言いましたけど、大学の自治とか学問の自由っていう、まあ一つの、まあ、戦後の価値観の、まあ、重要な部分ではあるわけじゃないですか。それをある種隠れ身の的に使って、ある種
大学ってものをその違い封建化してきた構造っていうのはやっぱ良くも悪くもあるんですよね。でそれは一番悪さするとこういう形になるっていうのはやっぱ僕は今回やっぱ思い知ったことの一つでなんです。だから僕の裁判でも大学の自治って言葉を平然と向こう側が出していくんですね疑いましたもんね僕の代理人の弁護士もはっていう顔してましたけど、だからおそらく本気で思ってるかどうか分かんないんですけども、大学の自治だから何してもいいんだと、それにお前らは要するにくちばしを挟むのかとい う, まあある種いたけだかな態度ですよね。だからおそらくそれは文科省にこの間も僕の仲間がちょっと取材かけたらやっぱ同じこと言ってた。いや、あの次第は特に大学の自治ですから、 N2 というのはまあ裁量範囲でうにゃうにゃうにゃってなことをまだ電話口では言うみたいでありますから、おそらく文科省の中の辞書としてあるんでしょう、おそらく。でそれをどっかでさっきの島崎さんあたりにおそらく耳打ちされたのかどうか分かんないですけども、使って裁判のその準備証明なんかにも出してきたのかなというふうに思いますけれども。